はい、こんにちは、サオチャンネルです。今からですね、優先クルーズさんのアスカ2、秋の神戸横浜クルーズに乗船するため神戸の中取って旅客ターミナルへ向かっていきます。某有名な交通系 YouTuber の方も半年ぐらい前に同じルートに乗られてたようなんですけど、そちらの動画を見ると今日の乗り場とは異なるポートターミナルってところからの出発というふうに紹介されていました。ということで、神戸港のアスカ2の乗り場っていうのは毎回同じとこっていうわけではないみたいなので、事前に郵送されてくる乗船のしおりで必ず乗り場を確認しておきましょう。アスカ2の動画って他の方もたくさんやられてますし、正直同じようなことやってもつまらないので、今回は酒飲みの視点っていうのを少し交えながらお送りしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。出港の約2時間前にターミナルへやってきました。オリエンタルホテルの2階がターミナルとなっています。乗船手続きをするとカードタイプの乗船証というのがもらえます。今回はアスカ2の中では一番お安いケーステートというタイプの部屋を利用します。かかった料金は友人が手配をしてくれたため厳密には把握できていないんですが11万円弱でした。クルーズは一見乗船料が高く感じるけど、食事などが全て込み込みだからお得だよっていう人もいますが、実際はどうなんでしょうか。今回私は初めての客船でのクルーズということでかなり緊張しています。ちなみにキャリーバッグは事前に黒猫さんで送っておきました。まあもちろん送料はかかるんですけど、指定期日までに発送しておくと当日客室まで運んでおいてくれるというので身軽に乗船することができるんです。さすがは客船、サービスが手厚い。先ほどもらった乗船証がルームキーを兼ねています。こちらが今回利用します8デッキにあるケーステート。これが最低ランクのお部屋だっていうんですから、さすがはアスカ2です。この部屋が低いグレードに位置づけられているわけっていうのがこちらです。窓からの眺望が遮られているんです。まあとは言ってもですね、安い部屋には窓がないっていう客船も多くありますので、全室窓側っていうだけでも素晴らしいと思います。ベッドにはシモンズと共同開発のオリジナルマットレスを使用しているそうです。こちらね、造花なんかじゃありません、本物のお花が飾ってあるんです。素晴らしいですね。デスク周りはこんな感じとなっています。このアスカ2って決して新しい船ではないので、枕元にスマホ用の電源とかそういったのはありません。ただその代わりデスクの上に電源タップが十分に用意されています。デスク横の扉を開けると冷蔵庫と金庫がありました。船内でのお買い物は基本的に全て乗船証でできるので、お財布を持ち歩く必要っていうのがありません。ちなみに船内でかかった費用は事前にクレジットカードを登録しておくと自動精算となります。冷蔵庫の中にはお水、お茶、オレンジとアップルのジュース、これらはもちろんサービスで用意されています。あと左のアイスペールには氷がセットされています。航海中お昼前ぐらいにお部屋の清掃があるんですが、減った分はきっちり補充してくださいます。続いて空き巣コーナーをやってみましょう。下の引き出しにはランドリーバッグとドライヤーが入っています。その下は全て空っぽなんですけど、まあこれ世界一周とか長期間にわたるクルーズだとこれでも足りないくらいなんでしょうね。ちなみに今回のようなショートクルーズではドレスコードはカジュアルっていうことで、17時以降の時間帯については男性なら襟付きのシャツ、女性はブラウスなどの着用が求められます。長期間にわたるクルーズの場合はもっとかしこまったインフォーマルやフォーマルのドレスコードが設定される日もあるようなので、服を準備するだけでもちょっと大変そうですが、今回のようなショートクルーズだったらそこまで心配はないようです。続いて水回りがどんな感じかチェックしてみましょう。シャワーブースじゃなくて浴槽があるってのは素晴らしいですね。ただこのアスカ2には最上階12デッキに露天風呂を備えた素晴らしいグランドバスがありますので、部屋のお風呂は結局私は使うことはありませんでした。バスルームの内装も高級感があっていい感じですね。こちらはもちろん洗浄機能付きのナイストイレでございます。グランドバスはもちろんアメニティ完備なので部屋から持っていく必要はありません。というわけでこちらはお土産に持ち帰らせていただきました。こちらのポーチもお土産に持ち帰ることができます。ポーチの中身はこんな感じです。かっこいいロゴも入っていまして、良い記念になりそうです。船内新聞アスカデイリーには食事や催し物に関する情報が載っています。ちょうど今11デッキのラウンジでウェルカムドリンクの提供がされているようなので早速行ってみましょう。うわあ、これは左右に開けた明るく開放的な空間で素晴らしいですね。
ウェルカムドリンクはスパークリングワインもしくはノンアルコールカクテルとなっています。皆様にご参加いただく避難訓練をこの後16時20分から実施いたします。留め具を外してから胴衣を広げ、こちらで乗船証を読み取っていただき、避難訓練は完了です。何かあった時はこちらの8番ボートに乗るようです。絶対に乗りたくはないですけどね。まあ確認は大事です。出航まであと30分ということで、タグボートもスタンバイしています。16時45分からはセールアウェイパーティーというのが開かれるそうなので、右舷側のデッキに向かいます。またスパークリングワインをいただきました。アスカ2の船内においては基本アルコールは有料なんですが、出航前のウェルカムドリンクだけは無料で提供されます。静かな反対側のデッキに移ってきました。川崎重工の工場になんと伊豆諸島を走る東海汽船のジェットフォイルがいます。おそらく点検中なのかと思われます。今回乗船してますアスカ2ですが、基本的には周遊型のクルーズっていうのがほとんどです。例えば横浜から出てどこどこに行ってまた横浜帰るとか、そういったパターンがほとんどなんですけど、春と秋にそれぞれ1回といった感じで、神戸から横浜の片道タイプっていうクルーズが設定されているようなんです。2泊3日っていう日程も会社員の私にとって無理なく参加できるってことでいいなと思い、友人の誘いに乗って今回乗船してみることにしました。クルーズっていつかはチャレンジしたいとは思ってたんですけどね。まあ高額だし長期の休みが必要っていう先入観もあって手が届かないイメージでした。料金は確かに高額でちょっと躊躇はしましたが、まあ、その分しっかり楽しんでいきたいと思います。18時から5デッキにあるメインダイニングでディナーが始まるということなので、早速向かっていきたいと思います。約400名を収容できるかなり広いダイニングですが、席の指定はなくて自由席となっています。ディナーはコース料理となっており、この日はスープとメインが3種類から選べるようになっていました。船内で食事を提供している場所は主に2箇所ありまして、こちら5デッキの4シーズンダイニングルームと11デッキにありますビュッフェレストランリドカフェとなっています。食事代は乗船料に含まれています。ただ酒飲みにとってちょっと辛いのはアルコールが別料金で、しかもちょっとお高いんですよね。それでは早速いただいていきたいと思います。ごちそうさまでした。これだけ多くの人数に食事を提供しているのに雑さとか全然なくて、ほんとどれも美味しかったです。食後にデッキを散策してみます。海水を使ったプールだそうなんですが、夜は水を抜いて掃除が行われます。隣には温かいジャグジーもあります。さっきディナーをいただいたばかりで全然お腹は空いてないのに、11デッキのビュッフェレストランリドカフェに来てしまいました。ディナーの後23時半までアスカバルという形で夜食やお酒のおつまみに最適な一品、あとスイーツなども提供されています。ただ美味しそうなおつまみは揃ってるんですが、こちらもアルコールは別料金です。
ここで晩酌してもいいんですけど、なんかちょっともったいないような気がしたんで、ここは軽くそばやスイーツをいただいておきます。動画に撮り忘れてたんですけど、名物のアスカツモナカっていうのが美味しかったですよ。美味しかったです。ごちそうさまでした。船内をちょっと探検してみます。こちらはとってもゆったりしたライブラリーです。長期間の航海だとここでのんびり読書っていうのも贅沢でいいですね。こちらはカジノコーナー。アスカ2は日本船籍なので、あくまでゲームとして雰囲気を楽しむだけとなります。ちょっと驚いたのがこちらです。私はタバコは吸わないんですけど、情報提供のために船に乗ったら喫煙所のチェックってのはするようにしてるんですね。まあそれにしてもこんな広々として豪華な喫煙所初めて見ました。最上階の12デッキにやってきました。こちらのグランドスパで温まりたいと思います。グランドスパは広々としていて、露天風呂やサウナもあってとっても快適でした。高級感のあるアメニティやタオルも揃っているので、手ぶらで行けるってのがまた素晴らしいとこですね。ちなみに船内では缶ビールやこういった缶チューハイなどは買うことができません。必要な方は事前に仕入れておきましょう。アスカ2のアルコール事情をおさらいしてみます。船内の売店等で販売はありません。ダイニング等では有料で提供となります。ただし価格はホテル並みでちょっとお高めとなります。それではおやすみなさい。おはようございます。ただいま朝6時です。揺れチェックをしてみますと、昨夜からずっとこんな感じでゆらりとした揺れが続いています。空は綺麗に晴れていますが、海は少し波が立っているようです。ただ多少揺れるものの、さすが日本最大の客船ということで安定感をむしろ感じました。船は静岡県沖の太平洋をゆっくりと進んでいるようです。また動画を撮り忘れていましたが、この後フィットネスに行ってきました。トレーナーさんがマシンの使い方とかを丁寧に教えてくださるので、安心して利用できますよ。運動をしてお腹を空かせたところで、まずは5デッキのメインダイニングで和朝食をいただきます。アスカ2は本当にご飯が美味しいです。手が止まりません。そしてさらに11デッキのビュッフェレストランに移動して、まさかの朝食をはしごしちゃいました。クロワッサンとオムレツが特に絶品でした。それにしてもやっぱりちょっと海が荒れていますね。11デッキのパームコートで食後のひとときを過ごします。ソフトドリンクは無料でいただけます。ここでカクテルワンデーフリーパスというのを5500円で購入しました。船内には素敵なバーやラウンジが数多くあるので、今日はこちらのパスで堪能していきたいと思います。10時から輪投げ大会があるということで、6デッキのイベントスペースにやってきました。ここでは輪投げの他にもストレッチや社交ダンスの教室、マジックショーや各種ゲームなど様々なイベントが行われています。見知らぬ乗客同士で即席チームを組んで点数を競い合います。乗客同士で打ち解けるきっかけにもなりそうですね。残念ながら上位入賞とはならず、商品ゲットとはいきませんでした。さて、私は今回前後の工程を合わせると結構な長旅なので、洗濯もしなきゃなんです。各フロアにはセルフランドリー室ってのが用意されています。洗濯と乾燥が無料で使用できるのはもちろん、お手入れ用品や洗剤なども全て用意されています。なんだかアスカ2ってかゆいとこ全てに手が届く感が半端ないです。この後私はバカなことに、この波立ってるプールで泳いでみたりもしました。ただね、10月ということでさすがに寒くて、15分ほど泳いで大浴場に直行です。それではお風呂で温まったところで、早速一杯始めてしまいましょう。先ほど購入しましたカクテルフリーパスを持参しますと、今日1日こちらのメニューがフリーでいただけるんです。ここでカクテルフリーパスのご紹介をします。1日フリータイプが5500円、17時以降フリータイプが3300円です。ただしメインダイニングとビュッフェレストランでは使うことができません。フィリピン特産の柑橘を使ったカラマンシーマルガリータをいただきます。見た目に反して大人の味といった感じで、お昼前にいただくにはちょっとミスチョイスだったかもしれません。今回の航海は定員の872人に対して半分くらいしかお客さんがいないそうで、すごくゆったりしています。続いてビュッフェレストランでお昼ご飯をいただきます。先ほどお伝えした通り、ここではフリーパスが使えません。でも美味しいご飯にはやっぱりビール欲しくなるよねってことで、別料金でいただきました。それにしてもね、このハンバーガー、牛肉の味がしっかりしてて絶品です。私アスカ2にまた乗れるなら
真っ先にこれ食べ行きたいぐらいです。伊豆諸島を結ぶ東海汽船さんのジェットフォイルが見えています。アスカツって本当に何食べても美味しいな。ごちそうさまでした。食後はザ・ビストロという街角のカフェのような空間で島の景色を眺めながらのんびりとサングリアをいただきます。14時からはビンゴ大会があるということで会場にやってきました。皆様こんにちは。ようこそビンゴ大会お集まりいただきました。じゃーん、今使える大変エコなカードになっております。まあここは船ですので、真っ白になるから触らないでねと言いましたが、真っ白に近いアパチームこちらですね。でまずアパチームが勝ちです。で青チームのこのまあ、バックスピンをかけるようにちょっと難しいですけど、それとも転がらずに済むので。わかりました。はい、では最後は。さまざまなイベントを楽しんでるうちに船は伊豆大島の沖合までやってきて、波もだいぶ穏やかになってきました。そうこうしていたらあっという間に2日目のディナーの時間です。それではいただきます。こちらのとっても長い名前のスープ、すっごく美味しいんですけど食べ方がいまいちわかりません。でもまたそれが隣の席の方と打ち解けるきっかけになったりもします。それにしても約400人分の食事を熱々のベストな状態で提供してるってのはすごいことですよね。隣の席の方は奈良県からお越しのご夫婦で、いろいろとお話を伺えて楽しいひとときでした。ディナーの後は専属のダンサーたちによるプロダクションショーを楽しんできました。今日は終日航海ということで一日船内あちこちでカクテルを楽しんできましたが、こちらのマリナーズクラブはアスカ2のメインバーということでぜひ来てみたかったんですよね。こちらマリナーズクラブは夜間のみの営業ということで今日の締めにやってきました。船内にある他のバーやラウンジってスタッフさんがほぼ外国の方なんです。まあそのほとんどがフィリピンの方だと思うんですけど、それもあってかビスタラウンジとかではフィリピンにちなんだカクテルなんかもありました。ここマリナーズクラブに関してはメインバーということで日本人のバーテンダーさんがいらっしゃいます。なのでじっくり会話を楽しみながらお酒をいただくことができます。柑橘を絞ると色が変わるというアスカ2オリジナルクラフトジンを紹介してくださいました。芋焼酎をベースに30種類のボタニカルをブレンドしてあるそうです。あとは他にも乗組員さんの勤務体系だとか船内での居住スペースだとかいろんな裏話を聞かせていただくことができました。いやー本当楽しいひとときでしたね。オリジナルのクラフトジンで作ったジントニックはすっきりの中にコクがあって美味しいです。動画では伝わりづらいかもですが、レモンを絞るとほんのり色が変わります。カクテルフリーパス利用の際のポイントをまとめてみたいと思います。通常カクテルは1杯1500円近くしますので、お酒好きな方はぜひ買って損ないと思います。ただね、1日フリーのパスを買っちゃうと元取ろうと思ってちょっと飲みすぎちゃうんで、アフターファイブパスでも十分かもしれません。あとパスを買ったら絶対マリーナーズクラブは行くべしです。おはようございます。3日目の朝です。昨夜はずっと相模湾内をぐるぐるしていたようで穏やかな夜でした。今日は朝9時に横浜港に到着してしまいますので、あんまりのんびりもしていられないんですが、デッキの散歩が気持ちいいです。朝ごはんをいただきます。乗船中ずっと食べ過ぎ飲み過ぎなので、ここはお粥にしておきます。やっぱりアスカ2は食事のクオリティがめちゃくちゃ高いですね。美味しい朝ごはんをいただいたらすでに横浜ベイブリッジの下を通過しています。今回初めての客船クルーズということで
アスカ2に乗船してみましたが、とにかくサービスが手厚いことが印象的でした。このアスカ2船内にはなんと490人ものスタッフさんが働いているそうです。一見乗船料は高いように感じますが、価格以上の価値があるのかもしれないなというのを感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。荷物は朝7時までに部屋の前に置いておくとターミナルまで運んでくださるので身軽に下船することができます。また送料はかかりますが自宅に送るっていうことも可能です。 JR 桜木町駅までは無料のシャトルバスで送っていただけます。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。まだの方はチャンネル登録や高評価もぜひしていただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。